まんまるポムポムであります。今日も豪傑チャンネルさんとコラボということで、豪傑アームレスリング道場に来ています。ムキ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 、どうも豪傑です。ブリ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 、みんなのアイドルチンパンジーです。ちょっと咳込みましたよ。大丈夫ですか？ちょっと本気でいきますよ。はい。本気でいいよ。でーの、せーの、でーしゃー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 、こんな感じです。すげー。私が思ってたアームレスリングと違う。今日はアームレスリングとはを教えてもらいたいと思います。専用の台ですね。世界ルールであるアームレスリング台ですね。あ、サイズとかも公式ルールになってるってことで、そうですね、はい、腕をいつもの感じで腕相撲をして、うん、これが肘当てなんだ。硬いけどちょっとクッションがある感じで、この台の中なら、はい、あの肘がどこに動いてもいいんで。なるほど。これが肘が落っこっちゃったり、はい、肘が浮いちゃうとファールなんで、この中であれば自由に動いてもらって大丈夫です。で、対戦中も動く、もちろん対戦中も全然動かしてもらって、逆に動かさないと相手に力が伝わらないんで、うん、一般の人は例えば肘を固定して手だけでこうやる人が多いんですよ。そう、多い多い。これは良くないです、うん、肘にも負担かかって肘壊したりするんで、うん、肘を固定したまま倒せって言っても、うん、なかなか力が乗らないですね。肘を動かさないと全身の力は使えないんです。例えば背中とかで引っ付ければ肘の負担も減るんで、ちょっと止めてこういう風にちょっと引っ張ったり、はい、こういう押したり、だからこのパッドの中であればもう自由自在に、はい、で、はいはい、こっちの毒手はここに、そうですね、ここは離しちゃダメです。ここ左手を持つのによって左手の力も加わるんで。あ、なるほど、はい、ルール的にもここ離したらダメ、ダメですね。ここ離したらファールになっちゃうんで、ここはパワー持ってないとダメです。なるほど。で、この紐みたいな、このパッドの高さより手首が落ちた時点で負けです。おー、もしくはこのここについたら負けです。ちょうど手首が0度でスタートします。この手首が今30度ぐらい入ってるけど、20度でもダメ、これ0度、はい、で、このセンターライン、このセンターラインに合ってないとダメです。そう、相手が引きつけすぎたりするとダメです。このセンターラインを合わせる、そう、親指の第一関節が見える。基本的にはこの第一関節が見える ルール上はここ見えないとダメですね。だから極端に言うとこれはダメです、反則です。親指を隠しちゃうと、基本ルールがこれだけです。足とか使う人もいるじゃないですか。ああ、なるほど。膝こうやって、あ、そう横に倒したいのであれば、こっちにかけて、こうすれば横の力が回すんですよね。はこういう風に足をかければ、この足の力で引っ張る力が回す。ああ、そのこの台の足に足をかけるっていうのは反則じゃないんですか？あ、これルール上OK です。おー。ただ、相手側の陣地に足をかける場合は相手が嫌がったらダメです。ただ自分側の陣地、例えばこう、これだったら全然OKです。自分の陣地に足をかけるのは。最初から足をかけてると、手首に力が入らなくなるんで、この状態から一回止まってから足を入れて横に倒す人が多いですけど。おー。手首なんですけど、はいはい、平行にこうやって倒すんじゃなくて、キュッてこっちに倒してもいいですか？こうやって曲げて。あ、もちろん何でもいいですよ。ちょっと押さえて。このまま横に倒してもいいし、はい、下から巻き込んでもいいし、あ、巻き込み、うん、あとこの手首を殺しに行ってもいいし、あとは自分より高さを取ってこういう風に高い、はい、相手より高い位置を取って倒したり。あ、いろいろあるんです、ね、いろんな方向があるんで、単純に腕相撲で横に倒すっていうのとはまた違いますね。世界ルールの範囲内でいろんな方向に攻めていきます。一番悪質みたいなファール、悪質なファールは例えばレディーゴーズ、おわー、押し押し出し、え、何それ。基本は押し出しちゃダメです、うん、ただ相手側が勝手に引いて押したと思わせれば、うん、あ、こっちが肘を出たって負けになることもあります。あ、それちょっとひどいですね。そういう意識もする人もいなくはないですね、うん、上の方のレフリーになると大体見抜けます。あ、はい、なるほど。力が強い相手に勝つには相手の力を殺すしかないんで、俺の手首をこう折るしか勝ち目ないですよね。この手首を折らないでこう攻めたらもう力がぶつかっちゃうんで、もう手首を殺しに行く、殺し技。あ、手首がやっぱこう曲がっちゃってるとこからスタートするって厳しいのがありますもんね、うん、もう力半減しちゃうんで、うん、せーの、キュイ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 、すごい、ボコ派だ。
はい、せーの、はい、あー手首が向いちゃう。こうすればもう相手の力はもう半減しちゃうんで、はい、ほぼ勝ち目ないんで。これでも結構テクニックいりますね。もちろんそうですね。そうです、うん、せーの、こっちだからちょっとね、こっちだからこういうこと、こういうこと、こういうこと、あこういうこと、この 手首の曲がる方向に曲げる、ほう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 、この方向に攻める。あ、わかりました。せーの、そう力学的にどっちに曲げ、どっちに攻めた方が曲がりやすいかなって考えて、例えばこう落としたら絶対曲がらないんで、こうとかこうやっても手首、相手の手首曲がらないんで、はい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 、これがこうなるような攻め方、こう引いたり押したりする。そうです、この状態で例えば引っ張るじゃないですか、はい、でこの距離が空けば空くほど遠くなるんで位置が、はい、そのままこう、こっちに引いて、そうですね、こうこれで背中で引きつける。あそう、背中を引きつければこの距離があるから。なるほど。 それで親指を回転する。そう今体重が下を起こってるぐらい、 今重心が下を起こってるんで、はい、重心が下に下がるとどうなるかっていうと、ちょっと押さえてください、はい、重心が下に下がる、そうすると手が上がる、重心が下がると同時に手が上がって殺して殺せる。だからこの重心移動もすごい大事。あ、じゃあ腕だけじゃないですね、これ。もちろん、ね、手の力だけじゃなくて全身の力で、うん、背中とかいろんな筋肉を使って背中で、うん、手首、この間とかをちゃんとつけてないと力は半減しちゃったり。ここですか。さっきやってた時このぐらい空いてたじゃないですか。空いてました。じゃあここもちゃんとくっつけておいた方が、この状態だとあんまり力入んないと思うんですよ。なるほど。今脇締めて、うん、ここも締めて、うん、なるほど。まあ、いろいろと剛傑さんが言ったように、はい、まあ、いろんな方向のベクトルがあるんで、うん、それによっては攻め方も違うし守り方も違うんで、アームレスリングって一言で言っても戦略がめちゃくちゃありそうですよね。素人がよくいっぱいやりがちなのは、はい、腕とかを見ないでクッてやるんですよ。そうすると素人はこのままの状態で蹴れちゃうんで、うん、こういう状態になっちゃうんですよ。めっちゃやりますわそれ。そうすると腕がパキッと遠いんで怪我したりする。あ、この拳とこの体のラインが崩れないの、うん、体だけ行って拳が行っちゃうと骨に引っかかっちゃうんで、うん、必ず拳と体が一体化。これじゃあやっぱ体幹も必要な気がしてきた。もちろん体幹とか重心とか必要なんで、まあ、そうですね、腕だけじゃないんで、特に上半身の力全部使わなきゃいけないんで、うん、だからさっきも言ったけど、ダメなのが肘を固定してこのまま倒すだけ。これでもやりがちです。そう、民間人がこれやるとやっぱり肘に負担かかったりするんで壊すんで、はい、やるんだったらちゃんと覚えた方がいいですよね。正しいやり方を、正しいやり方を覚えれば怪我とかもしないんで、素人同士でやるときはくれぐれも気をつけて練習した方がいいですよね、うん、何回も練習してから。そうです、あんま無やむにやらないように。最弱なんで、凍結道場最弱で何年やってらっしゃるんですか。10年。やってる。いいですか。はい、手が外れないようにいろんな方向。かわいい。めっちゃかわいい。これでも浮かせられても負け？ワンファール。肘を浮かせられたり自分で浮いちゃったら力負けなんで。はい、ファール。前腕。前腕系トレーニング。こう前腕系トレーニング。前腕を鍛えるんだけど。ただのこういう平面的な筋トレじゃなくて、アームレスリングをイメージしてのこういうひねりっていうのがすごく大事だそうですよね。そうですね、同じ筋肉でもやっぱちょっと攻める方向が違うとちょっと違っちゃうんで、うん、はい、そういうのは剛傑さんのチャンネルでやっております。もしも腕相撲を強くなりたい人は自分のチャンネル見てくれればすぐ強くなります。バン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 、ムキ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 、ブリ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 。今日も見てくれてありがとうございました。
女の人と華奢な人と肉とはなかなかないんでポッポムさん あのファンの人は本当すいませんでした消毒させますんでいやいや教えてもらってるのでね今日はねマクドナルドなんで今のチンパンジーあーもう握った瞬間に相手の戦闘能力とか攻めてくる方法は分かりますえちなみにじゃあ私戦闘能力何個ぐらいですか、まあ早くないか